続いてニュースです。ベラルーシのルカシェンコ大統領は11日、ポーランドとの国境地帯に欧州を目指す移民が殺到している問題で、EU ・欧州連合が地下制裁を課せば、地獄を通る欧州目の天然ガスパイプラインを遮断すると警告しました。天然ガス不足が続く欧州に新たな懸念材料が加わりました。ベラルーシにはロシア産の天然ガスをポーランドやドイツのパイプラインが布施されています。ルカシェンコ氏は、 かける後の会合でもし我々ガスの流れを遮断したらどうなるだろうと述べました何としても主権の独立を守らなければならないとも語りましたただベラルーシは実際に天然ガスを止めるかどうかは見通せません後ろ盾であるロシアの許可を得ずに独断で遮断すれば両国関係に影響をしかねないためですルカシェンゴ氏は失礼しましたルカシェンゴ氏は11日 プーチン大統領と電話で会談しており、移民問題やパイプラインの扱いについても説明したとみられます。プーチン氏は11日、ドイツのメルケル首相と2日間連続で電話で会談しました。ベラルーシと EU 側の双方が働きかけを強めるプーチン氏の動向は注目されます。